どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回は前回の告知通り、私の動画では初登場となる重戦車に乗って、試合をお送りしていきたいと思います。それがこちらです。ソ連のティア9ヘビータンク、EA-3、バリアントドバーでございます。スターリン3型に、122mm 砲を2連装したという、ロマンあふれる車両ですね。マップは室蘭か、板川スタート。初動は東を攻めていきます。さて、このね、2連装砲の仕様についてですが、以前番外編の方でですね、こちらの一つ手足下の車両、EAS ドバー、バリアントドバーの試合において詳しく解説しているので、さらっとした解説だけでお届けしようと思います。左右の四方に弾が装填され、それを片方ずつ撃つか、一斉に正射するかを選べるというのがこの2連装砲の特徴です。片方ずつ撃つ場合には、発砲後に、左右の四方を切り替える時間というものが用意されています。オートローダーの連射感覚のような時間ですね。四方切り替え後も発砲せずにいると、先に撃った方の四方に弾が装填されていきます。ここはイタリア車両の特徴、オートリローダーのようなものですね。そして一斉に撃つ正射をする場合には、準備に 2.5 秒の時間がかかり、2.5 秒後に左右の四方から、弾が同時に水平発射されます。この水平発射されるというのが少し扱いにくいところでして、綺麗に相手の弱点を狙えないんですよね。なので敵の側背面を取った際や、柔らかめな車両に対して使うことが効果的ですね。つまりこの2連装砲車両は、普段は単発で撃ち合い、チャンスがあれば左右の四方で連射を決め、もっとチャンスがあれば一斉に正射するという、3つの攻撃のバリエーションを使い分けて戦う車両なんですよね。前身のスターリンドバーでは火力不足であったり、四方の切り替え時間が比較的早いことから、あまり正射を使う機会はありませんでしたが、この車両からは単発390平均ダメージを出すことが可能となり、以前よりも正射を使う機会が増えましたね。今回も数回お見せする機会があるかもしれません。また、強みとしてスターリン系の車両としては珍しく、俯瞰を8度取ることができ、車体をさらさずに両線で撃ち合うことも可能です。しかし砲塔は 280mm ほどの厚さのため、同角の近弾で垂直部分をがっつり抜かれます。四方と四方の間の付け根なんかも弱点なので、ハルダウンで戦う際も注意が必要ですね。装甲というよりは、火力とそこそこの機動力を使ってダメージを稼いでいく仕事が向いていそうですね。それでは試合に話を移します。両線での打ち合いですが、このポジションでは少々不利なシチュエーションのため、敵を釣って仲間の駆逐戦車の車線に引き込んだり、一撃加えるチャンスがないかを伺っています。まずまずの支援がもらえています。私の車体の後ろ側からも味方が押し上げているので、敵の気がそれるのを待ちながら攻めていきたいところです。正直敵側の後方にも、駆逐戦車が潜んでいそうですからね、まずは慎重に。おっとこっそり交代を始めましたね。これは攻撃するチャンスを作れそうな予感です。おっとおっと待て待て待て、2両もスーパーコンカラーがいたとは知らなかったよ。動揺してしまった、どんくさくてお恥ずかしいっす。いやしかし、もう1両のコンカラーも少々引き気味ですね。もう一度チャンスがありそう。がっつりよそ見しているね、今度こそ。これで四方切り替えと、右の四方の装填が始まりました。チャンスがあるので、今度は左の四方で敵を撃ちます。すると右の四方の装填は最初からやり直しですね。装填される前に発砲してしまうと、今のように装填はやり直しになります。なのでチャンスがあれば連射、なければ2発の弾を貯めて次の行動に移りたいところですね。この四方切り替え後にすぐに発砲できるってことを意外と知らない方がいるのか、こちらが一発撃つと、敵が不用意に詰めてくることが多いなと感じています。そういう時に連射を決められると気持ちがいいですね。ちなみにこの車両の四方切り替え時間は5秒ですね。単発装填時間は今の状態で、9.8 秒ほどです。なので2発までの制限付きですが、5秒間隔で390ダメージを出せるのが強みになりますね。今のように1発防いでしまえば、2発打ち返せるのが強みです。次の装填でスパコンを飛ばせそうだな。あれ?先に飛んでしまったか。それじゃあここは2発弾をセットしまして、目の前の CS-59 さんに、正射をお見舞いしてあげましょうかね。まずはオートエイムで相手をセットして、ス
さんが治るのを待ちまして。あっと、そっちに行ってしまったか。さっき奥にグリレがいるのを確認しちゃったからな。あまりここを乗り上げて攻撃に行きたくはないんだよな。む、これならいけそうかな。事前に戦車の準備をしながら乗り上げましてっと。気持ちの良い轟音とともに、2発同時にお見舞いしてあげましたよっと。スパコンは2ブロック離れた稜線まで下がっていそうだな。グリレからも一度弾をもらって挑弾しているし、スポットなしでこの体力で押すのは厳しそうだな。西側の支援に移った方がいいか？あれ？あ、もしかして味方さん方、ゼロラインを南下していく感じですか？いや、南下していく気じゃないっすか。待ってくださいなぁ、私も支援に入りますからぁ。手ダメージもらってるし、スパコンあたりに撃たれていそうだな。ここから先を詰めるのは難しいんだよね。できれば西に回っていきたかったのだが。ちょっと待ってね、これだけ狙わせて。当たりませんでした、すみませんでした。ダメ押しにもう一発。ておいおい、なんか平たい駆逐戦車見えてるし、あんなのもいたのかよ。あれ、このまま詰めてって大丈夫か？少なくとも私が詰めていったら一瞬で蒸発しそう。む、やっぱりスパコンもいますしね。まあ仕方ないか、このままやっと A 踏んだ後を失うのも辛いし、支援してあげないとか。お、平たい駆逐戦車が消えたぞ。そこの駆逐さんが溜まってくだせー。こっちが前張ってあげますからー。あっと、焼かれてしまったか。しかしスパコンもワンパンヘルス。ここはやりきるしかないな。あ、横に中戦車。はいなかったと。あれ？今そこに味方がいなかったっけ？いや、死んじゃったのか。私を待って欲しかったなー。あやべ、あんなローダー車両もいたのかよ。びっくりだよ。お、スパコンは自走砲さんがやってくれたのか。それは助かった。装填中なのかな。まずは 50B を先に削っておいてっと。あっと、スポット切れか。うお、あっぶねえ、びっくりした。手また見えてる。それじゃあ一発くらいは。よし、あとは詰めて囲んでいくだけだな。さっきこの辺りにグリレがいた気がするんだけど。グリレもすでに引き下がっていましたね。囲んでいけそうです。しっかり絞ってー。あ、先に取られた。それじゃあ今度は取られないように絞らず適当に。理解ですねー。しかも直された。じゃあ丁寧に。最後の爪は早い者勝ちだからねー。焦っちゃうよね。あと最後に一発くらい撃って気持ちよく勝利したいぞ。そろそろ見えてくるかな。いた。これくださーい。じゃあこっちくださーい。くっそー、仕留めて差し上げたかったよ。せめてそちらの自走砲さんだけでも私にくださーい。ふう、ごちそうさまでしたー。戦闘結果です。1バッジをゲット。乗り出して間もない試合ではありましたが、前進車両からの正当強化された車両であり、楽しく乗り出すことができましたね。さて、これはオープニングということでね、もう一試合を届けさせていただきますので、引き続きお楽しみくださいませ。
改めましてこんにちは、T1 スタイルズです。おう、クリオスだぞ。引き続きスターリンプリー、バリアントドバーでお送りさせていただきます。お、豚っ鼻戦車だな。はぁ、だって四方が二つ、正面から見たら豚っ鼻だろ。みんな言ってるぜ。いや、たとえ豚っ鼻に見えたとしてもねー、豚息子さんには言われたくないっすわ。ブヒー、お前 TM オペラ王ちゃんの悪口言うと黙ってないぞ。ブヒブヒ。いや、馬の娘の話をすぐ混ぜ込むのはやめなさいっての。クリオスのこと言ってるんだろ。すぐに何かあるとブー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 言ってるしさ。煽られたらすぐに豚になる、僕の悪い癖。そんなんでお前、この試合でこんがり焼かれないでくれよな。ポークソテーができちまうからな。そりゃあ君もだぞ、豚っぱなくん。ダブルポークソテーはいただけないっすな。それよりお前はジンギスカンになっちまうって方が正しいのか。いや、確かにチャンネルアートは羊だけどさ。いや、それよりお前は細身で体も弱いからもやしだな。いや、かえんでいいっての。学生時代の悪口の言い合いじゃないんだからさ。二人で豚もやし炒めにならないように気をつけようぜ。なんだろうそれ、既視感がある。この話上手に焼けましたということで。いや、なんもうまくないからな。豚もやし炒めうまいやろ。いや、もう一品添えたいっすわ。手無駄口叩いてる場合じゃなかった。マップは飛行、南東側スタート、北東側おとりに向かっております。おう、僕ちゃんが先行してるぞ。クリオスが左手側の起伏に張り付くんなら、私は右手側の平地側から敵をつついた方がいいかな。じゃあそれで、こっちが敵の気を引いたらスタイルがつつく感じだな。いきなり撃たれてないか。敵の UBS やりおる。こっちの弾は弾かれたぞ。同じ車両同士の戦いでは負けてほしくないからな。こっちでつついてみるか。いや、まずは T30 から。外したな。ならもう一撃。むやるね UDES、 こっちに対応してきたよ。だろ。まあこっちが2発撃ちたくてあまあまだったのも悪いんだけどね。まあ T30 に逃げ切れられたのは良かったということで、今度はもう一つ右側のルートからちょっかい出すよ。オケオケ、こっちで UDES とか UDES とか UDES とか釣っておけばええんやろ。いや、できれば他の車両もお願いしますって。ブヒー、任せとけー。豚息子が板についてきてやがる。おっと、キングティガーさんがこんなとこにおられたのですか。おいスタイル、早くそっちからつついてくれー。マジで本当に今行って大丈夫かよ。いける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 。いや、がっつりこっち見てるやないですかー。ちゃんとダメージ取れたべ。いや、話が違うんですけど、ダメージ取るだけなら簡単ですって。無駄に被弾したくなかったんだけどな。てか、そっち完全に敵が引き打ちに入ったよな。引き下がったな。じゃあそっちから押していくか。今度はしっかり援護頼むぜ。さっきのは敵の UDES がうまかった、それだけだ。それ以外にも原因がありそうなんだけどな。そこ3両で持ち回ってたのか。狭そうだな。おう、狭かったぞ。クリオスの車両、油圧サスで深く取れるんだから、もっと活用して戦えばよかったような。ブヒー、サーセン。まあお互い新車への乗り出し直後だしな。軽く水に流すよ。まずはバッフェンだな。ハルダウンで対応してっと。お、カーナボンも来るのかな。弾くが、飛行切り替え間に合わずか。お、UDES16 が出てくるか。いらっしゃい。残念でした。同格重戦車の禁断だとちときついが、隠したや通常弾くらいなら弾ける頭でっせ。あっと四方に傷が。弱点狙ってきたか。四方が二つあるからか、よく四方が壊されやすいってのは、ダブルバレルの弱点なんだよな。ち、装填間に合わず。さすがにゆっくり弱点狙われちゃかなわないな。こっちで結構釣り上げてんだから、クリオスの方からもプッシュかけてよね。すまんすまん、対応するわ。今のうちに2発弾を装填入れとこっと。よし、対処できたみたいだな。UDES を潰したいが、バッフェンの位置がめんどいな。お、T30 さん対応してくれる感じっすか。いやー、男前っすわ。うっし、あとは UDES ワンパンだぜ。マジ？待って待って、キルだけでも下せー。あ、弾かれたのか。キル欲しさに甘いことしました。おやおや、気がつけば残る敵さんは、敵陣側にしか残ってない感じかな？みたいだな。北側だけじゃなくて、中央も南側も、全方位で味方が押し勝ってたみたいだ。マジかよ。クリオスと豚もやししてて全然ダメージ稼いでないし。あと1、2発くらい入れたいんだけど、待ってくれ味方さーん。敵、フルオープンしたな。車線通せるとこにコンウェイおるやないの。あれだ、あれを狙うぞ。狙いよ王子、ロマン砲、発射。やったぜ。マジかよ、いきなりアシストダメージ700オーバー入ってきたし。この際あれだ、豚っ鼻でよかったよ。これがダブルバレルのロマン力ってやつさ。へ、お前はもうもやしだけどな。なんでこうなった。
あ、S1 見えた。車線も通るじゃん、狙い定めてー。四方を合わせてー。ロマン砲、発射。よし、滑り込みでダメージ稼げたぜ。なんて鼻息の荒い豚さんだこと。もやしじゃなかったのかい。戦闘結果です。2バッジをゲット。クリオスとの連携が今一つ噛み合わなかった試合であり、正面切っての打ち合いではあまりダメージを稼ぐことのできない、どちらかといえば不甲斐ない試合ではあったのですが、試合終盤でダブルバレルのロマンを2発、いや4発かな、打ち込むことができ、ダメージを滑り込みで稼ぐことができました。戦績的にも、ダブルバレルの活用の仕方的にも、一試合目の方が良かったかなと思いますが、こちらの試合の終盤の方が、この車両を紹介する上でキャッチーかなと思い、本編はこちらの試合を採用させていただきました。この試合の方がダブルバレルって面白そうだなって、興味が湧きそうですよね。とまあ、私にとってのおニューな重戦車のご紹介動画、お送りさせていただきました。最後までのご視聴、ありがとうございます。励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。さて次回も、私にとっておニューな重戦車のご紹介で、お送りさせていただく予定です。どうぞお楽しみに。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。まったねー。